皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年10月16日、12時54分、報道関係各社の方たちや、そこまで一定委員会の方たちへ、昨日そこまで一定委員会を見ていた時に、鈴木エイトさんが出演されて統一教会の件を扱った番組を放送されてたんですけども、まあ背もたれを使ってね、正直見ていました。でその時に武田恒康さんがあれこれ言ってる時に、お前はそのまま出すっていうことを、鈴木エイトさんが武田恒康さんに向かって言ってるんですけども、多分そういう言葉が鈴木エイトさんに聞こえてきたんだと思うんですけども、その声って僕の声でしたでしょうか、それともテレビ局の役員さんの声でしたでしょうか。それ多分ねコンピューターが言ってると思うんですよ。で背もたれ、私が背もたれを使用した時にそういった内容が発動されているのか、もしくは他者が人間の声でその介入して、おっしゃってる人がいたのか、それちょっとわかりますか。なんとなくね、私がテレビを見る限り背もたれとかを使用した時に、違う内容が聞こえてきてる人たちっていうものがいっぱい存在するんですよ。でその声が淡井圭介の声なのか、そのテレビ局の役員さんの声なのかっていうところで、ちょっと知りたいなっていうところですね。特に僕からしたらその時頭の中は特に何も考えてない状態で、武田恒康さんのその結構なねことを言ってる映像なんですけども、僕はそれに対して別にどうとも思ってませんし、国会見たらもっとすごいですからね。ある程度その議論の中でああいうふうな口調にある程度なるときはなる みたいなところは私は、ある程度は受け入れています。で、武田恒康さんの方には他の何か違う内容が、聞こえてきていて、僕関係のことが聞こえていて、ああいうふうにわーわー言っていたのか、そのここの下の座ってる人の言うことを聞いてればいいんだみたいなことを言ってましたけども、その時僕完全に傍観者だったんですね。で何かやっぱり背もたれ使ってたらちぐはぐだなみたいなところで背もたれを、持たれない状態にして、で解散請求だったら裁判所に出してるみたいですよということを、その放送されている時間軸の頃にはということもお伝えしました。それで多分あってったと思います。インターネット記事のその流れてる部分で、そのインターネット記事をしっかりとクリックとかタップとかして見たわけじゃないんですけども、解散請求を、出すみたいな内容がはっきりと書かれてたものがあったので、それでまず間違いないのと、あと世論の流れ云々考えても絶対そうでしょう。どう考えても解散請求出すでしょう。でもともとそういう話を国会でしてましたから、たまにね思うんですけども、これも本当は昔のニュース勘だとか思ったりもするんです。旧統一教会で、だって不動産何年も前に差し押さえられてるでしょ。ある程度裁判、進めなかったら、あんなに何年も前に不動産の差し押さえたくさんできるわけないじゃないですか。合計で、何十億円か100億円分ぐらいの土地建物の差し押さえなんですけども、そのまだ旧統一教会の残党がいたみたいな形なのか、旧統一教会との一時期数年前行われていたのが、数年前というか去年ぐらいでしたっけ、旧統一教会との関わりのあった議員が、どうこうみたいな形が。で、それは、その以前の差し押さえがあった時期にもあったことだと思うんですね。で、
ちょっとニュースを見ていて、昔の映像の戦争のニュースとか放送するでしょ。だからそれがあるから、ちょっと僕も見ていて、よくわからないっていう状況にはなりますね、見ていて。で、例えば、まあ、これは別の YouTube で指摘してるんですけども、この間の池上明さんのニュースそうだったかで、ガザ地区とパレスチナの話をしてるんですけども、合計者数の人口が何十万人分か、多いんですよ。今の最新の世界国勢税のデータと比べて。まあね、513万人ぐらいだったと思いますね。そうですね、513万3000人なんですよ、パレスチナの方たちに。で、だから、かなり昔の話をしてるのは分かってますし、多分2000年の前の頃の話じゃないですか。で、まあ、向こうも少子化であるっていうことは理解できるんですよ。まあ、その人口はね、何年のデータがちょっと全然皆目見当がつかないんですけども、ちょっとその聞こえ方の部分でね、こういうことは一応伝えておいた方がいいのかなと、その背もたれを使って見た方がいいのか、見た方が良くないのかっていうところなんです。一応、その、数年前に、2019年、その僕が皇居行った時の、件で、紀子様はこうおっしゃってたんですよ。家族になるのなら助けてあげますって。まあ、その僕が抱えている訴訟の件を取り扱ってくれる、まあ、法に詳しい人が対応しますっていうことだと思うんですよね。だから、そういうふうな話もあったので、その辺のところは期待してるんですよ。だからこれ話がどうなってるのかっていうところで、ちゃんと皇室の方たちとお会いして、ある程度の話が進んで、訴訟に取り掛かって、地下水流トンネル発電、河川水門開式玉発電、かまど発電などを一気に行う、こういうことなのか。まあ、天皇陛下は国政に関わることができないっていうことに、日本国憲法でなっています。ただ、他の皇室の方たちは関わってはダメだっていう内容は見たことないです。で、まあ、もちろん、それこそ総理がいて、各担当の大臣がいらっしゃって、各省の上の、で、各庁の中にも特命担当大臣とかの形がいらっしゃると、まあ、そういうような形なので、その体系が崩れないような形で物事を進めなきゃならないので、いや、そこにね、その情報がしっかりと回ってるのか回ってないのかとか、まあ、その辺のところはあるかとは思うんですけども、まあ、どちらにしても私からの結論は同じですね。そのテレビ局とね、昔から関わり合いがあった、例えばまあテレビ局関係で言うと、まあ、例えばワンピースだとか、まあ、漫画で言うとね、そのベルセルクだとか、はじめの一歩だとか、いろんな作品とある程度関わっていますと。で、もともと1997年、8年、ウルツラパークでそういう話がありましたと。で、まあ、今だったら、まあ、君の名はとか、新海誠監督、まあ、新津誠監督、に、私からのその要望の作品を次々作っていってもらってます。まあ、天気の子とかに関しては、まあ、まあ、あの辺もね、本当はもっとはっきりと分かるような形で、いろいろ作った方が良かったんじゃないかなっていうところと、まあ、すずめの戸締まりは、まあ、地震関係ですね。で、ちょっとだけね、あちらの作品も、この間名通したんですけども、エネルギーの残存量問題を、あ、ちょっと入れてるなっていうような内容は、あれももう数字とか分かってる人が見なかったら、作者が意図してそうしてるなっていうとか分かりませんから、だから、まあ、もっとストレートに次の作品は、作ってほしいっていうことで、まあ、どこまでの内容まで広げて、作品を新海誠監督、新津監督は作られる、まあ、スタッフの方たちが作られるかどうか分かりませんけども、老朽化した建物問題とかね、まあ、僕は YouTube に上げてる内容とか聞いていただいて、ホームページに記載してる内容とかを見ていただいて、僕の
の撮影した現場とか見てもらって、いろんな結論が出てくると思うんですよ。世の中のことが見えてきて。で、それに合わせた内容を作品、まあ、あれだけの情報があったら、もう三部作で作った方がいいんじゃないかなって思いますけどね。まあ、話それましたけども、まあ、それこそ早川愛圭介をテレビに出して、まあ、例えば、音楽業界の人たちとのつながりとか、それをテレビで、言ったりだとか、今までどういうふうなことがあったとか、それをもうフルオープンにして全部進めた方が早いと思いますよ。本当に少しでもスピード感を出そうと思ったら。で、それをすれば全ての物事が完成されていくという形になりますね。まあ、医療業界のこともかなり触れていきますけども、まあ、その辺のところで今現在私がかなり困っているのは、運転免許証すら取り上げられようとしている。正直車を乗っていた方が、その琵琶湖とかの撮影に関しても、あれもう全部歩いて撮影しなきゃならないんで、今月中に行くつもりなんですけども、この間の加古川だけでも30キロほど歩いています。で、やっぱり車なかったら本当大変です。まだね、ちょっと膝とかは軽く痛くて、明日ぐらい行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとまだ無理ですね。足の状態回復しなかったら相当な距離また歩かなければなりませんから、滋賀県の琵琶湖から歩いて京都府入りして、まあ京都府内 で河川、瀬田川から宇治川に変わって、近くの JR 駅のところまでで、まあ大体30キロぐらいですね。それに乗って帰るかも、それぐらいで多分もう夕暮れになってやってると思うんですね。で、もうその状況ですから、その精神病統合失調症扱いで、その診断書みたいなものが、このものに車の運転をさせていいかどうかっていうのを警察の方が書類を回してきて、それを、精神病院に持って聞きに行くと、今の状態だったらその精神を生産されなくなる、あの薬を飲まなかったら治療してるっていうことにならないから、要するに売りたいんですよね。で、あれ飲んだらやっぱり頭の中とかも変になりますね、取られてるような状態とかで、まあ今の状態だと、その免許を所持するにふさわしくないみたいなことの書き方になるっていうことを言われてるんですよ。めちゃくちゃ。これ裁判なんどうにかせなかったら無理です。で、そこにどういう狙いがあって、あんなわけのわかんないシステムを作ったのかっていうところなんですよ。もうそんな、ね、書類いちいち作ってるぐらいだったら、もともと警察官が、運転免許証を所持するのに適正な人間かどうかっていうのを見て喋っていて普通わかるじゃないですか。これだけハキハキ物言って、しっかりした内容を、まあ、言ってる人間に対して運転免許証を持つべきか持たないべきかぐらい、すぐ判断できる話なんですよね、本当は。だからその辺のところで、どの法律がこういうふうな医療業界との癒着で、そういうふうな仕事を回すような形になっているのかっていうところも、これも、内閣国会議員の方たちに伝えて、法律、余計な法律削除していただきたいですね。それはそれでエネルギーの無駄遣いですから。以上です。皆さん、チャンネル登録と、着信通知の、設定よろしくお願いします。ご協力のほどよろしくお願いいたします。